い、皆さんこんにちは。プロジェクター評論家の元気なおじいです。元気なおじいはね、今日エトエの中の人からね、このチャンネルでコメントで攻撃を受けました。で、またステアカを作ってまでね、2つで攻撃を受けてます。これはもう絶対に許すべきことではありません。エトエは汚い会社です。で、こんだけ罵られてるんだけれども、まあ、嘘つきの証拠も過去の動画でありますね。これが過去にね、おじいは消さないでちゃんと残しておいてあげてるんだけど、ちゃんとスペックただでこう紹介とかしてるんだね。で、ここのところ見ればわかるように、はい、ちゃんとアフィリエイトリンクも貼ってるし、元気なおじいのリンクからぶっちゃけエトエのシールプロ何台ぐらい売ったかな。結構何台も売れている。うん、買う人は結構いるよ。ね、このスペック紹介、リンクからね。で、ここも見てください。ね、表クーポンと併用可能で、クーポンコードも発行されてるんです。わかる？で、サンプルが到着次第に制作予定ということで、もうスクランブルで送りますよっていうことで、約束をしておいてね、それを守らないっていう。で、ここはね、アマゾンで買ってレビューしてほしいので、先に買って後から返金って、いや、それやらないからっていうことで、まあ、前回と同じで縮小してくれるって感じでね。まあ、他の人は、そういう、提灯レビュー条件に、星をつけるの条件に、返金、ね。まあ、人によっては、まあ、お金ももらうっていう、そういうやり方、条件どうですかっていうから、おじいは条件お金いりませんって感じで、ただサンプルだけ送ってくれればいいよってことで、動画も権利あげますよっていうことで、まあ本当に緩い条件で受けてあげてます。本当に自由にやらせてもらうよっていうことだよね。で、この汚いやり方やるのは、悪い中国人、ブラックビューっていうね、スマホの会社があるんだけど、あそこと同じ。嘘言って、ね、送るからこの動画を作ってくれっつって何本も作らせて、で、知らないよっていうね。あそこは本当悪い中国人。ね。中の人もね、日本人が嫌いなんだっていう人もね。確かそうだよね。で、このように、クーポンコードまで発行しておいて、で、騙して動画も作らせておいて、そのまま仕方するっていうね。で、チャットでも下がってるんだよ。お世話になりますっつってね。連絡もらって、追加してきて、ああ、おじいですっつってね。メール見ましたよって感じで。で、すぐ送りますので、動画も使ってもいいですかとか、もう自由に加工して使ってくださいってことで、じゃあ今手続きしますねっていうことで、で、そのままね、じゃあ、今からね、クーポンの方も発行するので、あ、だったら、今発行してくれれば、じゃあ貼って動画作りますよっていうことでね。で、クーポンコードもこうしてね、貼ってあげたんだけれども、そうやって騙すんだよね。で、何の一言もない仕方を。で、いつ送るんですかってね、10日経っても、1週間も経っても10日経っても来なくて、他の人はどんどんレビュー始まってる。で、一応、今在庫ないんですってね。どう見たってアマゾン在庫なんだけど、今在庫ないんです。で、そろそろ貼れませんから、いや、まだないんですってね。で、いつかで、いや、まだありません。で、この、いや、いい加減他の人来てくれて、返事が来ないっていうね。でまあ、かなり気が長くチャットでやってたんだけども、さすがに切れてブロックした。ね。信用できないからね。まあ、アシコも一緒だね。ちょうど同じ時期、あれ、アトム出したとこなんだっけ。ダンベ。ね。ダンベ。あれも同じ嘘つくんで、なので、同じようにね、ダンベもブロックしました。ね、でそういうことで、もうここにちゃんと証拠があるじゃないか。ね。動画でも解説してるね。その後のね、もうすぐにスクランブルで来るから、まあ数日で届くと思うよってことで。で、クーポンコード発行してやってねっていうことなんで、事前にっていう。で、実際にこうやって、サンプルもないけれども、おじいのチャンネルから何台も売れてるんです。ね。それを、それなのに、こうだよ。で、公式のところにあるおじいの動画だって見てこないよ。あんだけ長く分割して、ね、他の人の動画に比べ物にならないぐらいでいろんな研修やって、
分割分割で貸し付けでやってあるでしょ。ね。あれがだから、渡した、使ってもいいよって言った動画、あれも公開してるけど。ね。なのでね、こんなことを言われる筋合いはないんだよ。何にも話もしない。クーポンコードだけやって、ただで宣伝させておいて、騙した。それをやったのは、お前の方だ。そうでしょ？エトイは、こういう汚いことをするんだよ。で、全く関係ない、納品した動画は、納品っていうか、まあ、使ってもいいよって元データあげたんだけど、それ以降は、で、これとこれどうですか？これの場合どうですかって質問も来るし、個人の興味でこういうところの場合はこうだねっていう、普通のプロジェクター評論家として、個人の所有物としてね、動画を作ってるわけなんで、ね。お金をもらった宣伝でもないけども、ね。とりあえず、視聴者目線で普通のプロジェクター評論家として、ただいろんなものを比較してる。お前のとこが、フリーにやってるわけではないし、ね。で、軌道だって、早いし、オートフォーカスとかね、大教師も、今までの中で一番早いって褒めてるし、揺れだっていいねって褒めてるし、いいところはいい、ダメなところはダメで、ちゃんと正当な評価をしてます、おじいはね。ただ、こういう嘘つき、ブラックビューと同等の嘘つき、断米と同じ嘘つき、断米も嘘つきなんで、前のプロジェクターの時も騙されて、で、もう、こいつ悪い奴だなって思ったけど、で、ほったらかしてるから、また、今のメールで起こして、ね。で、あともこれを作ってほしいんだって、またどうしてまた前回と同じ送ってこないんでしょうつって。で、すぐ送りますつってね。で、来ないんだよ。お前、前と同じじゃないかって。でも、動画はね、作ってあげてるけれども、話題でね。ほんとね、こいつらやり方が汚いっていうか、人にうまいこと言って、クーポンまで発行して、で、動画まで作らせておいて、約束を守らないっていう。そうでしょ？で、視聴者はそれを期待してたじゃん。ちょっとこれ、ああ、じゃあすぐデビュー、これなんか待っててっていうな、そういうやりとりもあるわけじゃん。ね。だからそうやって、視聴者の心も踏みにじるし、おじいも踏みにじるし、悪いことをするのはエイトリーなんです。約束を守らない。こういうことを他の人にもやってるんです。汚いやり方で。ブラックビーもそうだけど、ね。だから汚い悪い中国人がいるって。ね、中国人で、日本で商売やってる人はいい人も多いんだけど、日本人も同じだけど、悪い中国人といい中国人がいる。ね。エトエは悪い中国人。こんなところがいいサポートをするわけがない。おじいが報告したことでね、E3 プロに関しても、報告に対して、ちゃんと決断も言わないし、これができたよとも言わないし、ね。何ヶ月経っても、おじいここに、使われてるけど、知ってるとか、知らなかった、つって。ね。だからそういうルール、マナーもないやつに、ね、ひどいこと言われたくないよ、エトリのバカ野郎。嘘つき、詐欺師、ペテン師。ね、おじいはそういうものは許さないんだ、嘘つきは。ね、だ断平の、ね、私が代、ね、代表というか責任者ですった、ね、断平も嘘つきの塊だし、エトリも嘘つき。ファンフリックスとかもね、ファンフリックスは今の新しい担当者は嘘つきではないけども、昔の担当者が嘘つき。上司なんだけど、ね。絶対にクーポン、ちゃんと期限守るよって言ったよね。守りますって言って、もう翌日、課長とかね。よく抱き抱いたね、本当ね、うん。あそこもそうじゃん、名前忘れちゃったけど、ね。四角いやつの、ね、来ると白があって言ってね、うん、おじが揉めたやつ。あれも約束守んないし、動画を作るとすぐ値段上げるし、クーポンも約束通りのクーポン、すぐ一日で使いたくなるし、ね。こちらで信用があるんだから、ね。だから、エトイは、おじいからしてみたら、迷惑企業、視聴者に対して、ね、おじいは信頼がなくなることをここに洗えたんだ。その恨みは一生忘れないんだ。約束を守らないとこ。謝罪をして約束を守ればいいけども、そういうことを一言も言ってこない。それで平気だろ？こんな企業、いいイメージがあるわけないじゃないか。
そうだろう。で、あの商品の状態だって600円になりましたって嘘言ってるし、見たって何も変わってないし、だからシールプロだって見たってインチキっぽいねって思うし、いろんな条件ね、こうやって出してる。上からみんなインフレーションやられてるんだよ。だから、あの、貯金レビューしないとお金返してもらえないし。ね。おじはそれやらないよって言ってるだけの話で。だから、もう証拠があるじゃん。でね、クーポンコードまで発行して動画作れってやってやってるのに、約束守らないのそっちだろ？こうやって、日本人をいっぱい騙してるから、おじいだって堪忍袋の方が切れるんだ。本当。悪い中国人は許さないんだ。ふざけるんじゃないよ。何様のつもりでいるんだ。中国人の分際で、中国人ごときが。何をほざいてんだ。ここは日本だ。ふざけるんじゃない。YouTube は YouTube のルールにも乗っ取ってやってるんだ。お前の持ち物じゃない。お前は世界中のエテがどの頃って言ってる人を一個一個回って文句言って回ってんのか。なんてちっけな企業なんだ。企業が一個人に対してそんなことするのか。しかも卑怯な捨て垢まで作って。恥ずかしいと思わないのか。これが中国人、悪い中国人なんだ。おじいはそれでもね、おじいは消さないで取っておくのはね、そういう同じ汚いことをやったら同じになるからなんだよ。ここでこういったものがあるよねっていうね。まあ、でもこれ確か訂正してるんじゃないか。でもシールプロって今でも1000でやってる？900とか800ぐらいになってない？確か下げてない？確かもう1000じゃないような気がするけどな。ちょっと調べてみないと分かんないけど、だからこういうのはやばいぞって感じで結局仕方をしてるんだよね。嘘ついて返したりとか。だからこうやってエトイの場合はね、今まで見たもの全部嘘じゃん。スペック表記が。断面もそうだけど。だからそういうね、その、やめなって言うんだよ、嘘は。だわ、ワンボーだってさ、そうじゃん。そういう、嘘スペックのものしかやんなかったけど、ちゃんと TT で心入れ替えてね、おじいさんもこれを見てくださいっつって、散々、T4 とね、あともう一個なんだっけ、ね、そこで信用なくしたから、ね、ちゃんと、日本での販売をやめて、T4 を、で、TT をちゃんとしたもの出して、見てくださいって、どうですかってね、うん、これは合格っつってね、今回ちゃんとその、ありがとうございますって、で、発売開始したっていう。普通はそういうもんだろう。お前のとこみたいにインチキスペックのまま、都合の悪いものは全部圧力をかけて、ね、インフレーションに星5ばっかつけさせて、ああだこうだ、いいこと言わしといて、ね。そんなやつばっかりじゃないんだ。ふざけるんじゃないよ、日本を。ふざけるな。エトヨみたいなこんな腐った企業は、日本では通用しないんだ。バカ野郎。こういったものを消さないから、おじいのクーポンでアカウントリンクから売れてるの分かってるだろうが、アマゾン管理する本人分かってるだろうが、おじいのアフィリエイトリンクから売れてるのは、そんな恩をあだで返すことをするのか、エトエは。バカ野郎。ふざけるんじゃないよ。これが汚い中国人、おじいがいつも言ってる。ね。こんな恥ずかしいことするんだね。
まあ、前の動画見てる人、まあ、内部の事情みんなわかんないと思うけど、随分コケにされてるんだよ。ね。騙されて、クーポンまでばらまかされてるんだよ。これがエトエのやり方なんだよ。わかる？わかんないでしょ。おじいは視聴者目線なんだよ。あくまでも。この姿勢は崩さないからね。お前らが卑怯な騙し売りをしている限りは、評価は上がることはないよ。こんな目で見たものが全てなんだ。だから逃げたんだろ？シールプロだって。逃げたんだろ？嘘だから、インチキだから。だから表記も下げたんだろ？お前ら、インチキやってる証拠じゃないか。このちんけな手下ども、そんなに甘かないぜ。ここは日本だし、プラットフォーム YouTube、 お前らの思い通りにはならないんだ、バーカ、ね、そういうことでね。まあ物には罪はないからね、動画はそのまんま、まあ、クーポンの期限切れちゃってるけどね。俺でもね、ここ1週間だか10日以内もう売れてるよ、シールプロ。おじいのリンクから。誰もおじいのところでコメントしないけど、結構売れてるよ、シールプロ。買いましたってコメントはね、さすがにおじいに悪いなと思って言わないんだろうけど、何も買ってるんだよ。で、本当ね、結果ありきなんだよ。ね、でも正直、スペックインチキなんで、ね、もういろんな人の動画見ればわかるんだよ、ね。インチキだから。エトエでまともな商品ないから。っていうよりも、価格に見合わないってこと。価格に見合わない。価格に見合わないんです。騙し売りはやめなさい。そしていろんなインフルエンサーね、上からで威圧するのはやめなさい。騙して動画作らせたりデビューさせるのはやめなさい。お前らのやり方、ね、金返金しないとかそういう悪いこともしてるだろう。もう手口がわかるんだよ、お前らのやり方は。おじいは、全部、おじいは優しさでオブラートに包んでたけども、攻撃されるんだったら全て暴露するよ、こういうのだって。証拠は全部残ってんだから。ふざけるな。売られた喧嘩買うからね。正式にしっかりと謝罪してくるまで永遠に続けるからな。お前らが潰れるまで続けてやるからな。ありのままを。ね、はい、そういうことでね。まあこういう悪い企業のものをね、買うのもどうかなと思うけども、ね、おじいはおすすめしない。でも、買う買わないはね、消費者の自由なんで、おじいは別にそこのところは、ああしろこうしろは言わないから。ね。ただ、中の人間は腐ってる。腐った企業だっていうことを、これだけは、おじいは声を大にして伝えたい。それだけ。関連の人間は腐ってる。こういうことをしてくる。わかる？ YouTube、みんなが見てる YouTube のコメントでこれを捨て垢作ってまで勝手文句言ってくるんだよ。わかる？バカだろ？企業としてこういうみっともないことを晒してるんだよ。おじいの優しさで消してあげてるけど。ね、
中そのまんま連絡よこせばいいじゃん、ね、でもおじい仕方するけどね悪いことしたら謝罪するのが先だろう。人を騙して使ったんだから、連絡したのはお前たちの方から、そして騙しておじいを使った、こういうことをあちこちでやってるじゃないか。それを詐欺と言うんだ。日本では詐欺っていうの、わかる？犯罪者なんだお前らは。そんな犯罪者に文句言われる筋合いはない。このチャンネルで何と何を比較しようが、おじいの勝手だ。これとこれどう違うのかなって、これが犯罪になるのか、そんなものは許可したい。お前の許可は何で必要なんだ。は？お前と何も提携してないじゃないか。お前は元気なおじいを騙してタダで宣伝させた、実績として売れた、いくつも騙して利用したらダメじゃないか。そんな悪い犯罪者に何も言われる筋はないね。謝罪するのが当然だろう。なんだよこれは。一生残しておいてやる。はい、そういうことでね、エテルは汚い企業なんで、しっかり謝罪するまでおじいは許さないね。以上です。視聴者が納得したことも、おじいはこの考え曲げないからね。ここまで舐められてなるものか。以上です。いいものはいい、悪いものは悪い、ね、いい部分はいい、悪い部分は悪い。おじはちゃんと正当にエトルのいいとこと悪いとこ分けて言ってきてるんだから、ふざけんじゃない、ね、はい、以上です。